ムハンマド・ホダーバンデは、サファビー朝の第四代シャア。第二代君主タフマース部一世とするターナベーグムの、長男でイスマイール二世の兄、アッバース一世の父にあたる。ホダーバンデは、神の僕という意味を持つ。サファビー朝北東部のホラーサーン総督を務めたが、弱視で多い継承者から外されていた。1572年に、 地元のクズルバシュと衝突したことが原因で父から南のファールスへ左遷され、息子のアッバースを公認のホラーサーン総督にされて引き離された。1576年の父の死後、一族の間で激しい後継者争いが勃発し、後を継いだ弟のイスマイール二世によって多くの王族が殺害されたが弱死であった上に、 政治的意欲も希薄なムハンマドはそれから免れていた。イスマー・イール2世が即位の翌1577年に急死したため大最小のミール・ザ・ーサルマーンにシャーとして擁立されたが、上記のような経緯より指導力は全く期待できず、内乱が激化、特に国政を掌握していたイボ妹のパーリー・ハーン・ハーヌムと比であるマフディ・ウリアの構想が激化し、 1578年に、ウリアはパーリーを考察している。しかし、ウリアは住職に、イラン人を登用、軍事に口出しするなどして、先々、大時代からの重心を登用せず、息子、ハムザを、ムハンマドのワキールに任命し政治に、介入させるなどして、クズルバッシュと対立を深めた。こうした中、オスマン帝国が、 サファビー町のコチとも言えるアゼルバイジャンに1578年から本格的に侵攻する。ウリアとクズルバシュはこの時は協力して、1579年に、ソコルルメフメトパシャを暗殺して、オスマン帝国軍を撃退したが、両者の対立は収まらず、同1579年に、ウリアはクズルバシュによって、高級で考察された。 ムハンマドは依然として無力で、事件に対処できず逆にクズルバッシュの罪を問わないとする、ありさまだった。やがてクズルバッシュ同士も、内戦を始め、1583年には、鎮圧に努めようとしたミールザー・サルマーンが孤立して、処刑され、ハムザは、アゼルバイジャンのオスマン帝国軍政抜に失敗、クズルバッシュとも対立して1586年に暗殺された。 オスマン帝国の侵攻は1590年まで続き、イラン北東部からは、ウズベク人のシャイバーニー朝が1587年から、ホラーサーンに侵攻してきたため、サファビー朝は、危機的状況に陥った。混乱の最中、1587年に、ホラーサーンで、ムルシドクリーファーングスタージャルが、ムハンマドの息子、アッバースを擁立して、反乱を起こし、首都、 ガズビーンに入ると、ムハンマドは、退位を余儀なくされ、翌1588年に、シャアの地位を17歳のアッバースに譲った。その後は幽閉され1595年に死去した。即位した、アッバース一世は、ムルシドをはじめ内乱の元凶であった崩る場所を、排斥、アッバース一世の下で、サファビー町の内政改革と、ント回復が進むことになる。長田、 P353, ブロー、P41P43,P48P49, 長田、P354P357, ブロー、P50P55, ブロー、P56P63。ありがとうございます。